ダズル迷彩を施されたイギリス海軍空母アーガス。ダズル迷彩は、感染の船体外装に、全面的、全体的に施される、塗装による迷彩の一種。特に第一次世界大戦中に多く見られた。第二次世界大戦以降では数こそ大きく減ったが、存在している。イギリス人画家ノーマン・ウィルキンソンの発案によるもので、対象色で塗装された。 複雑な幾何学模様で構成されていた。日本語には英語ダズルの意訳をもとにした和製看護、原惑明細もある。明細とは本来対象物を周囲に溶け込ませ、目立たなくさせるためのものであり、その定義からすればこのダズル明細は逆に注意を引きつけるため有効とは思えない明細である。しかしこの明細は常に変化するあらゆる天候において、 感染を完全に目立たなくすることはできないという考えから編み出された。ダズル迷彩は感染の監視、規模、速度、進行方向などの把握、光学即居儀による即居などを迷彩がない場合より難しくするのではなく、敵の射撃感性を混乱させることを意図している。例えば、選手と船との識別が混乱であるだけでなく、見る側に近づいてくるのか逆に遠ざかっているのかも、 わかりにくい。レンジファインダーは光学視差の原理によるもので、オペレーターが2つの対物レンズから取り込んだ別々の画像を調整し、一つの画像に一致させることで対象物への距離を測定する。ダズル明細はこれも難しくする。複雑なパターンにより対象物の2つの画像が一致した瞬間でも乱れているように見える。これは 潜水艦の潜望鏡に、この種のレンジファインダーが装備されるようになると、さらに意義を増した。偽の選手派を描いたパターンは、船足を誤認させる効果を意図していた。このダズル迷彩は、デザインや配色を変えることで、迷彩効果を向上させる実際的な検証方法がなかったにもかかわらず、イギリス海軍本部に採用された。ダズル迷彩は、他国の海軍でも採用された。 その結果、明細効果をさらに高める配色方式について、より科学的な研究が進められることとなった。あまりに細かい模様を描く方式は、遠距離では個々の模様がまるで見えなくなるため、減惑効果にプラスでもマイナスでもないとされた。いろいろな距離を考えた場合、明細を施した感染のある距離での視認性は、表面の有効平均反射率、色相、 サイドといった科学的に測定可能な要素だけで決まる。イギリスでは陸軍が1916年の終わりに陸上使用のための迷彩研究の部署を設立した。海軍では1917年にドイツの無制限潜水艦作戦によって商船の被害が大きくなり、迷彩が改めて注目された。海洋画家のノーマン・ウィルキンソンが乱れた島模様を用いて感染の速度、 寸法を誤認させるシステムを考案した。当時イギリス海軍の巡視艇の左岸であったウィルキンソンは、まずダズル明細の原型となるものを、商船インダストリー号に施した。イギリス海軍の官邸で最初にダズル明細が施されたのは、1917年8月のアルセーシャンである。イギリスで使われたダズル明細に同じパターンは存在せず、当初は室内で、 小さな木造模型を用いて、潜望鏡でのテストが実施されている。この模型の塗装は、ほとんどがロイヤルアカデミー・オブ・アーツに在籍していた女性たちが手掛け、これらのデザインを拡大して、本物の艦船に塗装した。迷彩のデザインは彫刻家、画家、舞台美術家などが行った。ボーティシズムの画家エドワード・アズワースは、2000以上の軍艦の迷彩を指導した。 第一次世界大戦後のワズワースの絵画には、ダズル迷彩の艦船を描いた作品がある。一次大戦当時は、ダズル迷彩の有効性は全く不明であったが、それでも正式採用された。イギリス海軍本部では、潜水艦からの攻撃に対しては効果がないとしたが、上員の指揮工場には効果的であると評価した。さらに、港に係留された様々なデザイン。 色彩で塗装された数百の軍艦は直接戦闘に参加していない民間人の指揮功用にも効果を表した。1919年の講演でウィルキンソンは以下のように語っている。この方式の第一目的はすでに来撃位置についた敵の攻撃を失敗させることよりも艦船が最初に発見された時にどの位置から攻撃をかけるか判断を誤らせることです。 ダズル迷彩は感染の通常の形を強い対象色の形で崩すような塗装によって攻撃を受ける感染の速度や進路を潜水艦に判断されにくくします。ダズル迷彩によく使われた色は黒、白、青、緑でした。感染のデザインを決めるにあたっては垂直の線は概ね避けます。斜めの線、曲線、縞模様がずっと効果的で、 大きな歪みの効果を生みます。両世界大戦を通じて、イギリスでは、キュナードラインのような船会社の外洋航行能力を持った船は海軍に徴用され、重要な役割を果たした。これら民間船も武装され、他の軍艦同様に迷彩が施されている。ホワイトスターラインのオリンピックや、カナディアンパシフィックスティームシップスのエンプレス・オブ・ロシアなどが、 輸送艦に改装された際にダズル明細に塗装されている。ダズル明細は第二次世界大戦終結まで使われ続けた。第一次世界大戦での効果がどの程度であったかはともかく、レンジファインダーや航空機の発達に伴ってその効果は薄くなり、第二次世界大戦ではレーダーがさらに明細の効果を減じることとなった。アメリカ海軍のもズル明細は有効で、 あるとして、1918年に、明細技法の一つとして採用した。第二次世界大戦でもテネシー級戦艦とエセックス級航空母艦の一部に、ダズル明細を採用している。施されたデザインは無原則なものではなく、計画、審査を経て標準化された後に、艦隊全体に適用された。アメリカ海軍では、灰色二色に黒を曲線的に配置する。 運慶明彩も使われており、水売りなどに採用された。イギリス海軍では引き続き空母や戦艦などの大型艦に採用したが、1950年代には灰色の単色塗装に改められた。日本海軍では戦艦の手法等などにダズル明彩を施した例もあったが、効果を発揮しなかったとされる。ダズル明彩は塗装に手間がかかるなど、コスト面で不利なため、 第二次世界大戦が終結し各国で軍の予算が縮小されると灰色の停止人塗装が主流となった。北欧諸国など一部の国は沿岸海域や河川で活動する艦船に幾何学的なパターンの迷彩を採用している。イギリス陸軍ではマチルダ2不評戦車に車両の輪郭や進行方向を誤認させるため直線で構成された迷彩を施していた。 1920年代のドイツでは、戦闘服の迷彩パターンとして、ダズル迷彩と同類のスプリターとハーノーイマスターが研究されていた。このため、感染以外では英訳したスプリンターパターンカモフラージュとも呼ばれる。1970年代のアメリカ海軍は、明暗の異なる直線的なパターンを配置することで機体の姿勢や輪郭を認識しにくくする迷彩を研究していた。 採用は見送られたが研究を依頼された航空画家のキース・フェリスにちなみフェリス迷彩と呼ばれている。ロシアでは一部戦闘機にフェリス迷彩風の塗装、装甲戦闘車両の一部に幾何学パターンの塗装を施している。スウェーデン陸軍やブルガリア陸軍は戦闘服にスプリンター迷彩風の幾何学パターンを採用している。オーストリアでは 自動速度違反取り締まり装置のレーダーがどの方向を向いているのかを判別しづらくする意図で似たような明細が使用されている。近年では自動車メーカーが公式発表前の新モデルの開発ミュールを車外に出す際、行動走行中に撮影されてもスタイリングの詳細や視覚的印象がわかりにくいようカモフラージュする目的で唐草模様やシマウマのようなパターンのシールを車体に 貼ることが多い。2015年の F1 世界選手権用に開発されたレッドブレ RB11 は他チームによる分析を難しくするためとされているが、明細を施して最初の公式走行となるヘレステストに持ち込んだ。著述家、アマチュア画家としても知られる元イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは戦争では騙し合いは不可分なものであるとし、 記述のように独創的で悪意ある手法で敵を混乱させ打ち倒すと語ったことがある。2007年にはロンドンの帝国戦争博物館の展示で隠蔽がテーマとなり、その中でダずる迷彩の進化も取り上げられた。スペイン人美術家パブロ・ピカソが典型的なキュビズムの技法を用いているとして、現代の迷彩手法には自分も貢献していると考えていたとの記録がある。 ピカソは、迷彩塗装された大砲が、パリの通りを牽引されているのを見た後、友人であった、アメリカの詩人ガートルード・スタインとの会話中に、この考えを述べたとされている。2008年には、アメリカのロード・アイランド・スクール・オブ・デザインのフリート・ライブラリーが、再発見された第一次世界大戦当時の、アメリカ商船の迷彩デザインのリトグラフ印刷455枚を展示した。 これらのリトグラフは学校の卒業生でデザイナーのモーリズ・エール・フリーマンが1919 19年に寄贈したもので当時のフリーマンはフロリダ州ジャックソンビルに臨時に設置された合衆国船舶院で明細デザイナーとして働いていたのである。再発見されたリトグラフの一部は2009年1月26日から3月29日までビダゼルドとして ロードアイランドスクール・オブ・デザインのライブラリーで一般公開された。イギリスのシンセポップデュオ・オーケストラル・マヌーバーズ・イン・ザ・ダークが1983年に発表したアルバムダズル・シップスにおいてジャケットデザイン等のモチーフとされた。ありがとうございます。